巷では人生100年時代という言葉を多く聞かれるようになってきましたけれども、寿命が延びることでさまざまな問題が起きてきます。その中でも住まいに関する問題は、生活の根幹をなすものになりますので、まず最初に解決しなければいけない問題であるというふうに捉えております。文京区では住み慣れた地域で住み続けていただけるように、介護、医療、そして住まいなどが連携した地域フォーカスケアシステムというものの推進をしているところです。その一環として平成27年度から高齢者の住まいに関する事業として文京スマイルプロジェクトというものを立ち上げております。そのプロジェクトの柱の一つとして、こちらのライフプランセミナーを開催をしているところです。これより講演を始めさせていただきます。第1部はファイナンシャルプランナーのフローチャー役をしにご登壇いただきます。現在文京区を含めご夫婦でなんと4部屋の物件を所有されているということで、まさにお金の専門家でいらっしゃいます。それではフローチ先生、よろしくお願いいたします。で今日はですね、住まいに悩むその前にということで、住宅について考えていこうと思います。日本人の平均寿命をご存知でしょうかということを考えてみたいと思います。これがもう数年前に、男性女性ともに80歳を超えたというのが少しニュースになりました。男性は 81.25 歳、女性は 87.32 歳ということで、これ平成30年の簡易生命表のデータですね。どちらも80歳をもう超えています。ちなみにこの平均寿命という数字なんですけれども、0歳の人があと何年生きるかという平均余命のことを、0歳児の平均余命を平均寿命と呼んでいます。ちなみに65歳まですでに生きた人があと何年生きるかという平均余命という数字ですね、ご存知でしょうか。男性が 19.70 年、女性が 24.50 年というふうになっています。ということはですね、65歳まですでに生きた女性が 24.5 年を足し算すると 89.5 歳ということで、もうほぼ90歳まで生きるのが至って平均的であるというのが、統計上の数字になっているわけですね。結構その87歳とか81歳という数字は意識をされる方多いと思うんですけれども、それはあくまで0歳の方の平均余命のことを平均寿命としてよく紹介されているので、すでに長く生きた人っていうのはそれよりもちょっとどちらかというと思っているより長く生きるという傾向にあります。もう一つ統計の数字を見てみましょうか。人口の統計でどういう年齢の方がどのぐらいの割合で存在するかというものをグラフにしています。で平成30年度のアベレージというか割合ですね、割合の部分を取ってくると高齢化の比率が 28.1% という数字になっています。 3.5 人に1人が高齢者なので自助の必要性がより高くなるということで、すごくこう身近な例で引き寄せて考えてみても、例えば介護保険料、介護保険の介護保険サービスを使うときに介護認定を受けてサービスを使いますと、昔はみんな1割負担だったところが、今はその収入に応じて2割になったり、もう今やもはやこう収入が高い方は3割負担で介護保険を受けるという状況になっていますので、若い世代は社会保険料の負担は今後増えるかもしれないということを確保する必要がありますし、今年を重ねていらっしゃる方も自分が今1割負担だ3割負担だ、上限がこのぐらいに定められているっていうバーが上がる可能性というのは、なかなかちょっとこう否定しづらい状況にあります。なので結構シビアな状況にはあるということですね。で、その足元の我が家の家計として考えたときにどういうことが言えるかっていうことをもう少しちょっと引き寄せて考えてみたいと思うんですけれども、セカンドライフ資金にいくらぐらい必要なのか、今年は2000万円問題ということが大きく話題になりましたけれども、2000万円という数字がどういうプロセスで計算しているのかっていうのがちょっと一例ですね。2000万円の数字自身は1月あたりの今65歳以上で無職の世帯の平均値からデータを取ってるんですけれども、その平均値から収入よりも支出が1月に5万5000円多いと、
1月5万5000円赤字が出る生活が30年続いたら2000万円ほぼ約2000万円足りないですよというのが、2000万円問題の内訳なんですね。5万5000円 ×12×30年というところで、ほぼ1980万円ぐらいになるのかな、2000万円ぐらいになりますと。で同じような計算の仕方ですね、その入りと出の差額というものを、累積で数えてみましょうというのが、このセカンドライフ資金ですね。よく雑誌とかでも3000万円足りませんとか1億必要ですとか大きな数字が踊りますけれども、それがどうやって計算されているかということですね。今日は2つサンプルを用意しました。ゆとりがある暮らしをするために必要なお金と、最低限必要な生活を送るために、要する金銭ですね、金額がいくらなのかということを整理しています。情報としては生命保険文化センターがゆとりある生活を送るために1月いくらぐらいかかると思いますかと一般の生活者に尋ねた結果を使っています。ゆとりある生活をするためには1月に35万円ぐらい必要なんじゃないかという平均のアンケート結果ですね。で、最低限必要な金額としては1月に22万円ぐらい必要なんじゃないかという、結果が出ています。でこの数字というのはそんなに外れていなくて、その統計局のデータで見てもやはり65歳以上の支出額っていうのは年齢によるんですけれども、22万円から25万円ぐらいの間を推移しているので、確かに25万円ぐらいは1月かかるかもしれないなっていうのはそんなに外れてない数字かなと思いますね。でこの生活費が60歳から89歳までかかった場合に、ゆとりある暮らしには1億2000万円ぐらい必要だし、最低限の暮らしには7600万円ぐらい必要だという、累積で考えるとそういう数字になるということですね。でその他介護費とか葬儀費で受け取りの年金額っていうのを差し引くと9180万円、ゆとりある生活には9180万円、最低限の暮らしでも2290万円という計算になりますので、確かに老後2000万円問題というのはおおむねその最低限の暮らしっていうところでカウントしても2000万円ぐらいは必要なのかもしれないという数字が一つあるわけですね。で2000万円問題が話題になった時にかなり議論になりましたけれども、平均値で話をするって非常に難しい問題です。1月あたりが毎月5万5000円赤字が出る家庭ばかりとは限らないわけですね。0円の家庭もあれば5万5000円どころではなくもう10万円ぐらい赤字になる家庭もあると。でちなみにそのレポートの中にも同じように別のデータを引用してましたけれども、65歳以上が持ってる資産ですねも平均的に2000万円ぐらい持っているというようなデータがありますので、2000万円あるから毎月5万5000円赤字だったというような考え方もできなくはないわけですね。なのでなかなか平均で語るには非常にちょっと齟齬があるというか誤解を生みがちなテーマではあるんですけれども、自分の立っている立ち位置を確認するためには平均値が参考になるということですね。もう一つちょっとご紹介したいデータがありまして、これはあくまで60歳から89歳まで35万円毎月使うという想定をしました。あるいは22万円を使うという想定で計算をしました。でも実はもう少し丁寧に家計調査を見てみると、世帯主の年齢ごとによって、なのでその自分が年齢を重ねるごとによって、実は支出額とか収入額って変わっていくよという数字も統計で出てるんですね。でそれを見ていくとですね、意外と85歳以降は収支で考えると、実際は入ってくるお金から出ていくお金を引くと黒字になってるのが平均的なデータという数字があります。となると、もしかすると我が家にあるお金ですね、我が家にあるお金が、仮に85歳ぐらいまでやりくりができるということが算段がつけば、85歳以降は入りでなんとか生活ができるかもしれないというのも一つ、考えられる可能性ですね。ずっと一定のペースの支出を繰り返すわけではないんじゃなかろうかというのも一つ安心材料として持っておきたいポイントなんです。でその一方でちょっと冷静に見ておきたい部分がですね、同じように今度その年代の軸が横軸になってますけれども、年代別にどういう日目にお金を使って1月23万円使っていたり27万円使っていたりするのかという内訳の表ですねを1枚用意してます。でここでちょっと気にかけていただきたいのが居住
費ですね、住居費、居住費ですね、赤文字にしてますけれども、59歳までは3万4000円ぐらい毎月支出をしていて、60代前半の時には1万3000円、60代後半では1万5000円、75歳以降では1万4000円ということで、かなり60歳以降の持ち家率が9割を超えてますから、住居費がほとんどかかってないっていう想定での一月27万円であり、75歳以降でも住居費がほとんどかかってない、1万4000円ぐらいしかかかってない中での1ヶ月22万円ぐらいの支出というデータになるんですね。なので住居費がもっとかかると、賃貸で続けていくという場合には、やはりこれがずっとかかってくる金額になりますから、住居費をどう抑えていくかっていうのは、確かに100年時代を考える上において家計の命題にはなってくると。今の平均値っていうのはもうかなり住居費がデータで取っちゃうと、どうしても現役時代だとローンを払ってる人かなり多いですけれども、持ち家で完済してると固定資産税のみしか払ってないっていう方もかなりカウントされますので、そうすると平均値取ると意外と住居費に1万5000円ぐらいしか毎月かかってませんよっていうような数字になるわけですね。なので我が家の場合はどうなのかっていうことを考えることが非常に重要になります。まず対策前ということで、こういう人いるんじゃないでしょうかということでサンプルを考えてみました。例えば60歳時点で600万円個人年金保険をずっと現役の時にかけていて、60歳時点で600万円の個人年金保険が満期になりますという方で、60歳時点で現役時代に積み重ねてきた貯蓄が1000万円になりますという方で、会社の退職金が1500万円出ますというケースですね。で、公的年金は65歳から毎月20万円出るよという想定の方が、マイナスの要素としては住宅ローンが60歳時点で800万円で、1月に30万円生活費を使うという想定をした場合に、このまま生活を続けると資金が69歳でショートをするんですよという、話なんですね。なのでやっぱり2000万円以上いるのかなみたいな話になるわけなんですけれども、ここで注目をしていただきたいのは、その子、何歳でショートするか、赤字になるかっていうところはもちろん見ていただきたいんですけれども、ずっとこう先ほど2パターンのシミュレーションとか2000万円問題とかで出てくる2000万円とか9000万円っていう数字は、60歳になった途端に誰かがこう取り立てに来るとか、そういう種類のお金じゃないっていうことは、ぜひ知って帰っていただきたいんですね。まとまった金額をどっかのタイミングで一時に要されているわけではなくて、人生全体でこうやりくりとか、なんでしょうね、帳尻を合わせる、良くない言葉として使われがちですけど、人生全体で帳尻が合えばそんなに困らないんじゃないかっていう視点もぜひ知っていただきたいんですね。で、この同じ条件の人に2つの対策をなしていただくとどうなるかっていうのが2枚目の対策後というシートでして、例えばこの人が60歳から65歳の誕生日を迎える直前までなので、64歳1年間ですねの、丸5年間200万円のお給料をもらうようなお仕事を5年間続けると、延長して働き続けるっていう対策と、生活費は1月に30万円使っていたところを25万に圧縮できないかっていう、プランですね。このプランが実行できた場合には、資金がなんと94歳まで持つということで、一つ一つの効果はもしかするとこう大きく感じないかもしれないけれども、累積で考えていくと資金繰りがやりやすくなっていくっていう例なんですね。で、その対策前が間違ってて対策後が合っているとか、この数字が一般より多いとか少ないとか、そういうことを話すためのシートではなくて、どちらかというと毎月の 1,2 万円とか、例えばその収入が高かった方が収入が低い働きをすることがそんなに効果がないんじゃないかと思うケースかなりあるんですけれども、それはそんなことはないんですよと、中長期で見た時の効果っていうのをぜひ確かめていただきたいっていう、それをこう調べるためのシートなんですね。いよいよ本題のこれからの住まいについてどういうふうに考えていくかっていうところに入っていこうと思うんですが、住まいを検討するタイミングっていうのがどういうタイミングがあるか、そしてそのイベントを実際アクションを起こすときにどういうお金の情報とか制度知識がお役に立つのかっていうことをちょっと整理してみたいと思います。住まいについての検討時期ですね。
まあ、やはり変化が生じたとき、その家族の人数が変わったとか、子どもが独立したとか、あと体の変化であったり、経済的な状況の変化、こういったときに住まいについて考えるタイミングになってくるかなと思います。現在の住まいに住み続ける場合、リフォームをすることもあるのではないでしょうか。例えばリフォームに必要なお金っていうもので例示をしてみました。キッチンをリフォームするのに74万円ぐらいかかるという平均値があるとか、浴室をリフォームするのに92万円かかるというような平均値があるという話もありますし、あとその大掛かりな2世帯住宅にするっていう場合には、まあ、300万円ぐらいのリフォームもあれば3000万円ぐらい、もう本当に家を増改築するようなリフォームも存在しうるという、まあ、データがあります。これもやはりセカンドライフの資金と同じで平均で語るにはなかなか難しい部分がありますが、自分がやりたいなと思っているリフォームに一体どのぐらい予算がかかるのかというのはあらかじめ調べておくと安心かなというふうに思います。急に数百万円のお金が出ていくっていうのもなかなかすぐには準備できない金額ですので、なんとなくこういうことがしたいっていう時の金額ですね、確認しておいていただきたいなと思います。でこの時にですね、実はお家を買われた方が過去に使った制度をリフォームの時にも使えるんですということをご紹介しておきたいんですね。特にリフォームの時にリフォームで減税が受けられるかもしれない可能性について4つのキーワードがあります。耐震とバリアフリーと省エネと、まあ、3世代などの多世代同居ですね。耐震、バリアフリー、省エネ、多世代同居、この4つについては何らか の保全がされることが多いです。ローンを組んだ場合に所得税が減税されたりとか、現金でこの工事をした時にも今払ってる所得税から、まあ、減税がされたりとかっていう内容があるんですけれども、でちょっと自治体とか年度によってバラバラですけど、この4つについては別で補助が出るケースもあるんですね。なのでこの耐震、バリアフリー、省エネ、3世代同居についてはよくホームページを区のホームページなどをチェックしながら、プラスアルファの補助が受けられないかっていうのもぜひ見ていただきたいんですけれども、国としてどこでやっても受けられるものとしては所得税の減税があります。でこれって家を買った時におそらくその住宅ローン減税などを受けたことがあるという方多いと思うんですけれども、リフォームでも受けられますっていうのが一つのポイントと、実は現金でリフォームをした時にも所得税の減税が受けられますというのが意外と見落としがちなんじゃないかなというふうに思います。家を買った時にはローンを組んだ人が初めてローンの残高分だけその所得控除が受けられて、一部戻って税額控除が受けられて戻ってくるという流れでしたけれども、現金で払っても一部の所得税が減額になるという制度ですね。ここが意外と見落としがちですね。二世帯住宅を建てやすくなってますということで、少し前ですけれどもね、平成27年から相続税の基礎控除額というものが6割に、元々の金額の6割に減額されたので、相続税が比較的かかりやすくなった状況になっています。昔はですね、5000万円、誰かが亡くなった時には5000万円プラス法定相続人かける1000万円の金額は相続税がかからないという基礎控除があったんですけれども、この金額が全体的に6割になりまして、どなたかがお亡くなりになった時には3000万円プラス法定相続人かける600万円の金額が基礎控除となって、それを上回る金額というのは、相続税の対象になるというふうに変わっています。でこうした時にそもそも相続税がかかる人っていうのは日本全国で見た時に1割にも満たない 6% ぐらいという数字が、平成27年より前ですね、だから26年時点の実績だと6% 前後っていうような数字があったかなと思うんですけれども、これが1割ぐらいに上がったかなというような、この今回の6割になったということで、おそらく1割ぐらいの方が相続税が関係あると。で23区でしかも文京区にお住まいの方とかだと、もうちょっと高いかもしれないですね。1割よりももうちょっと多くの人が相続税を払うかもしれないんですけれども、いずれにしても多数派ではないんですね。ただ文京区に
ご自宅をお持ちの方ももしかすると関係があるかもしれないということ でその時に気になるのが小規模宅地等の特例という税制の制度があります。自宅として使っていた土地建物を売るときには土地の部分ですね、土地の部分の評価を 80% オフにしてくれると。だから例えば、分かりやすく1億ぐらいの、価値のある、土地を持ってたとしても2000万円の価値として数えてくれるという制度があります。でその基礎控除が下がっても土地の評価額を低く見積もることができれば相続税がかかりにくいので、これを積極的に使いたいと思う方も多いのではないかということなんですね。でただこの時に注意が必要なのが自分がそこに住んでいたということであったりとか同居していたかどうかですね。その相続をもらい受けるのがもし仮に子供だった場合には子供が自分が物件を買って自分で自宅を構えて住んでた場合にはこれ使えないんですね。親子が一緒に住んでたら使えると。じゃあ二世帯住宅という形で一緒に住んでおくともし万が一相続が発生して子供に渡すという時に小規模宅地等の特例が使えるんじゃないかということでじゃあ二世帯住宅を考えようかという方もいるのかもしれないと。でこの時に従来の法律だと、その二世帯住宅もいろいろなバリエーションがありますね。同じ玄関から入って使う部屋だけが決まっているけれども中でこう筒抜けになっている2世帯住宅もあれば扉は2つあって中で壁は完全に仕切られていてそれぞれのファミリーが生活をするっていうような完全分離型と呼ばれる2世帯住宅もあります。で昔はその完全分離型と呼ばれる玄関が2つあって中はこう壁です完全に仕切ってあって行き来ができないですよという状態の2世帯住宅は同居の要件を満たさなかったんですね。これがもう満たすようになりましたので完全に分離した形の二世帯住宅を建てて、そして将来的にそのこの自宅を相続財産として預ける場合に子どもも小規模宅地等の特例が使えるようになりましたという流れになっています。なので確かにその相続税というのはかかりやすくなっているという背景があると。でも従来からある小規模宅地等の特例を使うため そのキーワードになる同居要件のところについては二世帯住宅の使用が完全分離型であっても使えるようになりましたっていうあたりがちょっと新しい最近の動きとなってますね。なので二世帯住宅が比較的前向きに考えやすくなっている状況にあります。他にもリフォームで利用できる制度、これはここまではその国の制度としてどこに住んでても使える制度のお話だったんですけれども文京区はこんなことをやっていますというお話ですね。高齢者等住宅修築支援助成ですね。例えばそのバリアフリー手すりをつけたりバリアフリーの工事をしたりっていうところに対して上限20万円の手当を出していたりとか木造の建物に対して耐震の改修工事を行う場合には、上限額120万円ですけど、でも65歳以上の方は240万円までですからね、結構な大きな金額ですけれども、大きなリフォームに対して大きな金額の手当が出ると。で、あとマンションの方でも上限でみんなで話し合ってそのマンションに対して改修を行う場合には2000万円までの助成が出るということで文京区が独自にプラスアルファ上乗せして補助を出すという制度です。あとはですね今年の新しい話を少ししようと思います。大きな話としては相続税法の改正ですね、民法の改正がありました。でこれがかなり大きな変化があるので本来ファイナンシャルプランナーがしゃべる話かなっていうような部分はあるんですけれどもより詳しく個別性の高いことは税理士さんとか弁護士さんに聞く必要がありますが制度の概要についてはぜひちょっとこういうのがあるんだというのを小耳に挟んで帰っていただきたいなと思います。まず一つ目いくつも変化があるんですけれども今日ちょっと皆さんに近い問題かなと思われるものを3つピックアップしてきました。まず一つ目はですね配偶者居住権というものが創設されたという話ですね。でこれは何かというともともとは、例えばその夫婦がいて子供がいてという状態で、夫が亡くなりましたと。でこの時にじゃあ妻と子供の2人で、自宅も含めて相続財産を分配していくことになるわけですけれども妻はその家には住んでたという状況があった場合に
家も含めて、家と現金全部含めて均等に割るっていうことは、こう足元で今暮らしているこの家を手放さざるを得ないケースとか、家を手に入れた一方で現金が手元にほとんどないみたいなことが起こっては、妻が非常に不安なんじゃないかということで創設されている制度なんですね。でやろうとしていることとしては、自宅を2つに割るんですね。そこに住み続ける権利、配偶者居住権という、住み続けるという権利と、それを所有しているという権利に2つに分けるんです。家の権利を、その夫名義で持ってた物件を住む権利と、所有しているっていう権利に分けますと。でこの分け方は、その建物がそのどういう構造だったり、どういう場所にあるかとか、あと妻の年齢と統計的に言われている平均的にどのぐらい生きるかという金額によって配分は変わるんですけれども、例えばこの例においては、自宅が2000万円と預貯金が3000万円あるという状態になったときに、足し算して5000万円相当の資産を割り算する場合には2500万ずつにしないといけないわけですね。そうすると配偶者は自宅ですでに2000万円相当の価値を持ってしまっているので、現金は500万円しか相続でもらい受けることができませんというのが、改正前のルールなんですね。でそれが改正後で、その自宅の評価の部分を、例えばその2000万まるまるを妻に渡すのではなくて、妻にはあくまで住み続ける権利として2000万円の自宅のうち1000万円相当の価値を渡しますと。で子どももその負担付きの所有権という、所有権を渡すので1000万円子どもが持ってますと。でそうすると現金部分を均等に割ればいいので、もともとだったら自宅と500万円しか妻は相続できないというのが、均等な配分だったところが、こちらの制度になると、自宅と1500万円の手元の資金を残すことができるという制度なんですね。でここから紹介するその相続税の改正というのは、揉めた場合に最低限どういうルールがあるのかという、あくまで話で、もちろん息子が最初から1500万円お母さんにあげるよって言った場合に、それをこうさらに競うような話ではないんですけれども、最低限のルールとして、こういう主張ができるようになったという、法改正ですね。はい、同じく最低限のルールとしてどういうふうになったのかというのが2つ目ですね。昔からおしどり控除と呼ばれる婚姻期間が20年以上ある夫婦においては、不動産の2000万円分の価値とか、自宅を2000万円分、自宅を取得するために2000万円分の、資金を譲渡するっていうのは、非課税で、贈与税非課税で行うことができますよというおしどり控除と呼ばれる制度がありました。でもそのおしどり控除でこうお金を渡した場合には、相続が発生した時にお金をもらいましたよねっていうことで、相続の時にもう一回こう計算をするっていうようなことが発生しうる状況にあったんですね。なのでそのあくまで居住不動産の贈与については、2000万円の部分については、何でしょうね、相続財産にカウントするというよりは、もう本当に完全に渡してしまうことができますと。20年以上婚姻期間が続いた夫婦においては、そこで相続が発生した時には2000万円は妻のものであるというような計算のもとに、残りの金額だけを配分していくっていうような制度に変わっています。この制度を使えるようになっています。なのでこちらもやはり妻が、残された妻の手元にある程度現金を多めに残すことができるような制度ということになってますね。基本的にその夫が先立たれた時に妻が困らないような法改正というのが充実しているという状態ですね。で、同じような側面がありますけれども、夫婦でお財布を管理していたけれども、夫婦の名義で銀行口座を持つことは日本はできませんから、日本はどちらか誰か一人の名義で口座を持つことになりますので、その方が亡くなってしまったら口座が凍結されるということが起こります。でこれはその一体全体、その相続された財産の全貌というのが いくらだったのかというのが分からなくなって、トラブルになることを防ぐために口座が凍結されるわけなんですけれども、それでもそれだと、その足元のお葬式代とか生活費とかっていうところを工面できないので困るじゃないかということで、もし夫婦がいるとか、子どもとお父様がいると、でお父様が亡くなったっていう場合に、一定額はお金の払い戻しができるようになりましたよという制度ですね。
で全額出せるんではなくて、自分が本来相続でもらい受けるはずだった金額の3分の1程度は払い戻しができると。なのでその金額を使ってお葬式を挙げることができるかもしれないと。これまではずっとその亡くなった方の口座というのは凍結されるという常識がありましたけれども、自分が相続でもらい受けるべき財産の3分の1までは下ろすことができるように、単独の名義で単独の意思で下ろすことができるようになったという法改正もありました。まあ、その他にも例えばその長男の嫁ですね、がよく遭遇しがちですけれども、自分の夫のお父様をずっと介護をしていましたと。で夫が亡くなって自分は介護をしてきたけれども、夫が亡くなったということはその何も法定相続人ではないので相続財産をもらう権利がないというのがよくその長男の嫁の立場として起こり得たんですけれども、介護に対する寄与分が認められるようになったというのも今年大きく変わった法改正ですね。なんで相続税のあたりというのは非常に今年から段階的に変わっていく部分になりますので、ちょっと気になることがあった場合には日本税理士会連合会という税理士さんの連合会があるんですね。東京だとこの辺だとどうですかね、市ヶ谷とかに確か窓口がありますけれども、税務の相談にも乗ってもらえますし、もちろんその税務署に行くっていうことでも相談に乗ってもらえますけれども、その公的なところや、顧問の税理士がいらっしゃる方はもちろんそこでも大丈夫ですけれども、そうじゃない方も、日本税理士会連合会が窓口を設けてたりしますから、そういったところで、具体的な自分の資産状況を明かしてご相談するっていうのも一つの方法かなというふうに思います。はい、で、ここまでは、住まいに住み続ける話を話してまいりましたが、住まいから今度は住み替える場合のお話について移ろうと思います。で住み替える時には税金の話がいろいろと関係してきますね。例えば、自分の持ち家を賃貸に出すときにどういう税金がかかるかというお話なんですけれども、家賃収入から家賃収入を出すにあたって使った経費ですね。例えばその不動産会社さんに自分の家や部屋を貸してくださいとお願いしますと。でそうすると不動産会社さんに手数料払いますから、その手数料とかは差し引くわけですね。本当に手取りとして入ってきた家賃収入に対して、所得税は累進課税制度で所得が多い人は税率高くなりますので 5% から 45% がかかると。で住民税は 10% がかかるということで、実際の家賃収入という売上から経費を差し引いた金額に、所得に応じた5から 45% の税率と住民税の 10% なんで、一番少なかったとしても所得税の 5% と住民税の 10% で 15% の税金がかかるということを覚えておきたいところですね。はい、なんで意外とその貸した家賃が丸々全部懐に入らないケースもあるということを踏まえておくということですね。でちなみにこの賃貸に出すときなんですけれども、ここも文京区が少しというかかなりオリジナリティのある制度をされてまして、それが旗も立ってますけど文京スマイルプロジェクトという制度ですね。でこれはどういう制度かというと、下のオーナーですね、自分が賃貸に出す場合に使える制度としては、65歳以上の高齢者の世帯とか、障害のある方の世帯とか一人親世帯という方を広く受け入れて誰に貸してもいいですよという形で文京区に届け出を出すと、賃貸する物件の設備の状況とかに応じて最大1月2万円、補助が出ると。これどういうことかというと、例えば自分が家賃10万円いただけるような物件を貸し出した場合に文京区から2万円補助が出て、最大で12万円で貸し出しをすることができるような状況が作れるという制度なんですね。でオーナーとしてももちろん魅力的な制度なんですけれども、住む人にとってもかなり安心度が高い取り組みをされていまして、そのオーナーはその入居者の方が高齢で自分が貸した物件の中でもし万が一のことがあった場合今後家賃が下がるかもしれないみたいなことがちょっと心配なわけですね。
で、そうした時に対して緊急の通報装置を設置してあったり、倒れた時にボタンを押して人が呼べるようになっていたりとか、月に一度訪問とか電話でお元気にされてますかというような確認をしてくれるというようなサービスもされているので、借りる人にとってももちろん安心ですし、まあ、この仕組みは引いてはオーナーにとっても安心という内容になっています。賃貸するときに知っておきたい税金の制度と、文京区の独自の制度ですね。で、あとその売却するときにも税金がかかるっていうのも覚えておきたいところなんですけれども、自宅を売却するときにはそうは言っても税金かかるケースってものすごく少ないんですね。自宅を売却するときには3000万円の特例控除という制度があります。実際に取得した価格、そしてこう時間が経過してこう価値が減っていった金額のプラスアルファ3000万高く儲かってしまったという、それよりもっと儲かってしまった時に初めて税金がかかってくるので、自宅を売って、税金がかかるっていうことは、まあ、あまりないんですけれども、一応その3000万円を超えると税金かかりうるんだなっていうことを知っておきたいですね。でもし自宅以外の賃貸に出している不動産とかを売却するということを考える場合には、その物件を何年保有しているかというところで税率が変わるんですね。物件を持って5年以内に売却すると、所得税と住民税合わせて利益に対して 39%、 結構な割合ですね、ほぼ4割税金がかかると。で、5年を超えると20% ぐらいの税金がかかるということで、賃貸に出している物件を売却して利益がものすごく出てしまう可能性があるという場合には、その期間が短ければ4割近くで、長く持っている方は2割ぐらいの税金がかかるということを押さえておいていただくと、手取りとのギャップに驚かないで済むかなというふうに思います。その他に、住み替える選択肢としては、現在の住まいから住み替える方法としては、高齢者向けの施設というのも選択肢として入ってきます。で、高齢者向けの施設は自分の体の元気の度合いによって入れる施設の種類が変わるんですね。こういう例もあるということですね。いろんなところでお金の話をしてるとですね、結局元気で働き続けることができて、で、家族の仲がいいのが一番節約になりますねって言われることが、結構な頻度であるんですね。で、確かにおっしゃる通りかもしれないと思うこと多いんですけれども、元気でいるうちに準備することとして、ちょっと金銭面以外の部分も考えてみたいんですけれども、住み替えが難しくなるケースっていうのが結構起こり得るのかなと。住み続けるとか住み替えるとかっていう時も、やっぱり元気な時にはいろんな選択や手段を選ぶということできますけれども、体力が落ちてきた時にこう重要な判断をしたりとか、情報を集めたりっていうのがなかなか難しいことが多いんじゃないかなと思うんですね。元気がある間にいろんな人と関わりを持っておくことで、ちょっとこう金銭で切り分けることができない、こう気づいてもらえることであったりとか、自分が知らない情報を集めることができるということですね。一人で調べるにはちょっと限界がありますので、人がいる場に集まることで得られる情報というものも期待して、今後の住み方について有利な情報を取っていただきたいということですね。で、最後ですね、100年人生のセカンドライフの資金っていうのは一気にかかるわけではないというお話をしました。60歳になって何千万って言ってこう急に誰かが取り立てに来るわけではないと、そういう大きな数字がすごく分かりやすいので、いろんなところに知らされることが多いんですけれども、その金額というのはこう一気にかかるわけじゃないということで、じわじわかかるセカンドライフをどういうふうに人生全体で帳尻を合わせていったり、辻褄を合わせていったりするかという観点を知っていただくと、大変だっていう気持ちから多少は緩和されるんじゃないかなというふうに思います。で、ただそのじわじわかかるセカンドライフの資金ですけれども、住居費があまりに大きいとか、一時的に出るお金が急に予定してないところに突発的に起こってしまうということが起こると、これはなかなかこう全体で帳尻を合わせてすればいいと言ったものの、影響値が大きすぎるという状態だと、なかなかこうその瞬発瞬発で自分がカバーすることが難しくなりますので、できるだけ早い情報収集と早い決断というところで、住宅費の影響っていうのを回収していくっていうことをぜひ、心がけていただくといいんじゃないかなというふうに思います。あ
とそのまま住むとか、住み替えるといったことっていうのは早い段階で情報収集と行動に移すと選択肢が広いことが多いんですね。あとはその住まいだけではないですね。私が何度も言われて無力さを感じる言葉ですけれども、健康であったり家族が仲が良かったりっていうところがかなり金銭的にも効果をなす部分がありますので、人とコミュニケーションを図ることであったり、区のレクリエーション活動に参加するということで健康を維持したりとか人とつながりを持ったりっていうところで少しでも長い人生を安心して暮らせる糧にしていただけるといいのかなというふうに思います。前半の話で少し話題にもなりましたけれども、やはり長く暮らしていくということを考えたときに住まいに関するお金をどう考えるかということ非常に重要なポイントになってくると思うんですけれども、どうも内閣府のアンケート調査によると身体機能が低下した場合の住宅として 65% の人が、家にそのまま住み続けるということを希望しているという 65% 過半数どころじゃないですね。もっと多くの人が住み続けたいということを考えていらっしゃるようなんですけれども、昔の建物は断熱という意識が非常に希薄でしたので、基本的に寒い家で暮らしている人が多いというふうに言われています。例えば元気な人が風邪でめまいがして段差につまずきました、骨折しましたということも十分あり得ることなんですね。高齢者にとって骨折は実は要介護から寝たきりにつながる重大事故と言えます。65歳以上の方の不慮の死亡事故ですね、これは第1位に家庭内事故が挙げられています。そしてその内訳の第1位ですね、こちらが浴室での事故、第2位は不慮の窒息、3位が転倒転落となっています。浴室お風呂ではですね、寒暖差によるヒートショック、によって脳血管疾患や心疾患、こういう要因が多いと言われています。また死亡に至らなくても怪我をして要介護に至るケース、これは相当数あると言われております。で、住まいの問題点を改善することは家庭内事故を防いで健康寿命を延ばすということになりますので、介護度の重度化も防ぐということにつながってまいります。転倒防止の一丁目一番地はこれ整理整頓であると言われています。乱雑な室内ですとか、階段に物をたくさん置いたりですね、通路上に置いているものはつまずきの大きな原因となります。さらに利用しないものにあふれてますとですね、歩行補助の副使用具、これも利用できません。結果として動かなくなって介護度が重度化していくという家になってしまいますので、ぜひですね、整理整頓、不要品の定期的な処分、これについてはぜひ早めに、すぐにでも始めていただきたいと思います。こちらが、国土交通省が配慮した方がいいと挙げている配慮事項の一覧表になっています。なぜ第一に温熱環境を挙げているかというと、先ほどの通り家庭内事故の第一位、浴室内事故が非常に多いからです。この中で取り組むべき内容を挙げてますけれども、内窓の設置です。写真のようにちょっとこの右側の方なんですけれども、今ついている窓の内側に新たに窓を設置して二重窓にする方法でございます。できれば冬の寒い時期に寒くなる廊下、トイレ、洗面所、それからお風呂での実施をお勧めします。それから冬場に冷え込む場所への暖房器具の設置ですね。特にお風呂での事故が圧倒的に多いので、このことを考えるとお風呂への暖房器具の設置、これは大切なポイントになってきます。それから昔のタイル張りのお風呂ですね、これは非常に冷えますので、できればユニットバスへ変更するなどですね、ちょっと大掛かりな工事になってしまうんですけれども、検討した方がよろしいのかなというふうに思います。冷暖房設備の交換ですね。リビングやお部屋にエアコンはもちろんついていると思うんですけれども、高齢化しますとですね、暑い寒いを感じにくくなると、そういうふうに言われております。その結果エアコンをつけないで熱中症になるという事例が多いそうです。家の前に階段があったりですね、玄関で靴を履きづらいと、もしそういうことがあればそれを改善して家から出やすい
また人が家に来やすい家にしましょうと、スロープをつけたり手すりをつけて出入りしやすくするようにしてください。また逆に家に帰る途中に近所に階段があったりですね、家まで長い坂なんかがある、自分の努力では解消できないような環境である場合、これは思い切って住み替えを検討した方がいいということにもなります。ぜひやっていただきたいことなんですけれども、トイレや浴室の扉、ほとんど内開きです。実は高齢者の住まいにおいてはですね、これは危険箇所と言われています。もし中で倒れてしまったら、扉を開けられなくなってしまうからですね、ぜひなるべく早いうちに外開きか引き戸に変更、もしくは折れ戸ですねに変更していただきたいと思います。それからトイレなんですけれども、高齢化すると夜頻繁にトイレに行くようになります。段差を解消する、手すりをつけておく、フットライトをつける、こういったことが挙げられます。フットライト、足元灯というやつですね。できればですね、寝室、寝るお部屋ですけども、玄関、トイレ、お風呂、リビング、それと同じ階にすることが望ましいとなっています。ただ、なかなかそういう広い家じゃない場合も多いので、スペース的に難しければですね、トイレ、お風呂、それから寝室、これはなるべく同じ階にしたいところですねということを提言しております。こうすることで心身機能が衰えたとしても自宅での生活が継続できるようになりますということですね。それから、なるべく間仕切り壁をなくして生活空間を一体化した方がいいというふうに言っております。当然ドアが多くなってということは段差も多くなって障害物が多くなるわけですね。なるべく空間を一体化してコンパクトにするということで、自然と動けるようになると、こういうことでございます。もしなかなか難しいという場合には、やはりマンション等への住み替えですね、こちらも視野に入れていくようになるのかなということでございます。今後のリフォームについて、検討してみていただいたらいいと思います。これってその通常に自力で自分のお金でリフォームするだけじゃなくて、何か助けてもらえる制度ってありますか？文京区にはですね、65歳以上の方対象に、高齢者等住宅収蓄資金助成という制度がございます。段差の解消、手すりの、設置ですね、こういうバリアフリー工事が対象となっていて、税抜き工事費の 10%、 上限20万円、これを助成する制度でございます。それから次にその下のところですね、介護保険、こちらで要介護認定を受けている方に対しては、介護保険による住宅改修費用助成というものがございます。同じく手すりの設置、段差の解消、その他扉の取り替え、和便器から洋便器への取り替え、そういうものが対象になります。こちらも支給限度額は20万円でございます。介護保険の方はですね、所得によってちょっと自己負担額が少し発生しますので、詳細についてはまたお問い合わせいただければと思います。その他に介護保険でもう一つですね、65歳以上で要支援、要介護の方、高齢者住宅設備等改造事業というものがございます。浴槽の取り替えですね、37万9千円というのが支給限度額です。その他流しの交換、便器の様式化、こういうものも対象になります。こちらも所得によって自己負担額が発生します。なお介護保険の助成についてはですね、ケアマネージャーの方に相談するか、区役所の介護保険課、こちらに相談をする必要がございます。高齢者の方でも意外と賃貸に住み続けるっていうことってあると思うんですね。賃貸に住み続けることが難しいケースあり得るというふうにも聞くんですけれども、どういうふうにお考えでしょうか？私は区役所の住み替え相談というのもやってるんですけれども、先日も80代の方が来られて、
大家さんにですね、建て替えるんで出てってほしいって言われたと。で、住み替え相談に来たんですけども、私もあの知り合いの組合のですね、業者仲間に片っ端から電話したんですけど、結局は見つからなかったです。どうして見つからないんですか？はい、高齢者の方に貸すことについて大家さんの方にやっぱり不安があるからですね、まずちゃんと家賃を払い続けてくれるだろうかという不安ですね、それから万が一お部屋で亡くなるようなことがあった場合ですね、次貸すときに心理的瑕疵がある物件として明示しなければいけないというあの、不動産業界のですね、一応規制がございます。で、非常に貸しにくくなるわけですね。貸しにくくなるということはかなり安くしないと貸せないということになります。まあ、高齢者の方が入院したり、亡くなった時の手続き、家財の処理、原状回復工事が、まあ、非常に大変だという大家さんの不安があります。まあ、このためにできれば高齢者の方には貸したくないということをですね、大家さんとその物件を管理する不動産業者さんが考えるからなんですね。まあ、そのような場合ですね、公的住宅どうかっていうことで、ただ文京区はですね、地価が高いこともあって、そもそも公的住宅の絶対数が少ないエリアになります。で、公的住宅はですね、持ち家のある方は利用できませんし、また高齢者以外の方も対象にしておりますので、特に所得の低い方向けの住宅、これはなかなか空きが出ない状況でございます。人生100年時代と言われている中でですね、できるだけ家賃を抑えて暮らしたいと考える方はですね、今後どんどん増えていくと思われますので、ますます入居の競争率は高くなっていくというふうに思われます。まあ、そうなるとその民間の賃貸で探すということになると思うんですけれども、はい、その通りですね。最近ちょっと新しい動きが本当最近ですね、出てきております。例えばこの高齢者限定と書いてある住宅ですね、60歳以上でないと入居できない一般賃貸住宅、これが去年ぐらいからですね、急に増えてきました。なのでほとんど新築みたいなものですね、新築から地区が浅いものがすごく増えてます。で、一般賃貸住宅と同じ礼金敷金方式で、高い権利金とかはありません。で、食事などのサービスはないんですけれども、見守りシステムが、ありまして、その他高齢者の方が使いやすい、工夫がですね、非常にあちこちに、なされております。で、家賃は市場の相場とあまり変わりありません。で、管理費がですね、一般物件と比べてちょっとだけ高いというのが特徴でございます。それから文京区にはですね、先ほど一部でもお話がありましたが、スマイル住宅という制度がございます。これは全国的に見ても非常に画期的な制度でですね、高齢者、障害者、一人親世帯などの入居を拒まない賃貸住宅、これを文京区に登録するという制度でございます。これについてはですね、ちょっと福祉課の方にちょっとお話をしていただきたいと思います。文京区では住宅確保が難しい高齢者の方の支援としてスマイルプロジェクトを行っております。高齢者の方を断り、の入居を断りませんよという民間賃貸住宅のお部屋をオーナーさんにスマイル住宅として登録をしていただき、お探しの方に窓口やホームページでご紹介を行っています。スマイル住宅に入居する場合には、入居した皆様が安心して生活ができるように、区の負担で緊急通報装置の設置やライフサポートアドバイザーによるに月に1回電話で連絡を取っていただきますなどの見守りサービスの提供を行っております。またですね、保証会社を使用する場合の手数料の助成や家賃やお引越し費用の助成を行っておりますので、詳しくは11階の北側福祉住宅サービスとなっております。スマイルプロジェクト、非常に文京区が全国的にも珍しい取り組みということですよね。あとその他にその保証会社を使うとか、見守りサービス、今ご紹介いただいたような安全対策っていうところで、多少その賃貸で住み続ける場合のバックアップもやっていけるのではないかということですね。文京区内での住み替えについてもぜひ考えていきたいと思うんですけれども、借りる側もある程度準備をしておいた方がスムーズに
行くということになりますよね。文京区に65歳以上の方が現在のお住まいより住環境を良くするために引っ越しする場合ですね、例えばトイレを和式の物件から洋式の物件に引っ越すとか、旧耐震の建物から新耐震に引っ越すとか、スマイル住宅に引っ越すとか、そういうような場合ですね、移転費用の助成があります。礼金や仲介手数料、引っ越し費用などが対象なんですけども、最大で15万円が限度となっております。ぜひ65歳以上の方、お引っ越しの時はこれを使っていただきたいと思います。その他ですね、売却に際しては相続登記は終わっていないと売却できませんので、これご注意いただきたいと思います。で、相続登記するためにはですね、相続人全員で遺産分割協議書、これを作成していただかなければなりません。これも結構時間がかかりますので、できれば事前に相続登記が終わってないものは完了させておくということが大事だと思います。それから、最後にですね、所有名義人、これが万が一認知症の診断を下されているような場合ですね、このような場合は成年後見人がいないと売却できません。ご売却をするような場合はスケジュールを考えていただきたいと思います。売却の際、意外と手間と費用がかかるのが持ち物の処分ですね。戸建てになりますと膨大ないらないものをですね、処分するようになります。早めに片付け始めるということを、お勧めいたします。最初と最後が結局必要がないものをしっかり処分しないと、こけてしまったり骨折につながるし、処分費もかかるというあたりも非常に印象的だったんじゃないかなというふうに思います。改めてお二人に質問の質問をお送りください。